さあこんにちは。ついに GoPro Hero 10が昨夜発売されましたがね、皆さんいかがでしょうか。もうすでに動画とかもいっぱい出てますので、まあ、ご覧になった方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、大体予想通りだったんですけど、若干こう追加されてる情報とかもありますので、まあ、ちょっとその辺をね一緒に見てみようかなと思います。まず、まあ、外観に関してはまあ、これ Hero 9なんですけど、全然外寸法とかもね一緒で、ほとんど一緒ですね。モニターも一緒ですし、何も変わってないです。なので、まあ、今までのいろんなアクセサリーもねそのまま使えるみたいです。文字がね青色になったりとか、あとはね実用上の変化としては、このレンズキャップというかカバーがあるんですけど、これが撥水コーティングされたみたいで、水滴とかがね飛びやすくなってます。まあ、汚れもつきにくくなってると思うんですけど、これはね結構大きいんですよね。水辺でね使われる方はよくあると思うんですけど、ちょうどこの真ん中のあたりに水滴がついたりとかして画像がダメダメになってたりとかするんですけど、それがまあ拭いたりしなくても自然に取れやすくなってるみたいなんでね、すごいいい改善じゃないかなと思います。で、まあ、Hero 9も同じものを使うことができるみたいなんで、 Hero 9に取り付けて使うのもいいんじゃないかなと思います。で、肝心の中身なんですけど、まあ、GP2 というチップがね搭載されていると言われていて、実際そうなってました。で、処理速度は最大で2倍ぐらいになってるみたいですね。で、そのことでかなりいろいろ改善されていて、まあ、一番私的に大きいなと思ったのは、まあ、後ろのこの対面スクリーンのこのタッチの感度が、まあ、今まで結構ねこれが感度が悪くて、押したのに反応しないとか、しばらく経ってから動いたとか、たまに固まっちゃったりとかね、そういうこともあったんですけど、いろんな人の動画を見る限りではかなりこうぬるぬるに動く感じになっていたので結構楽しみですね。それからあとフロントスクリーンも、まあ、Hero 9もついてていいんですけど、映像のこの更新頻度が低いのでちょっとパラパラ漫画みたいになってたんですけど、これもねかなりスムーズに動くようになってましたね。あとは、まあ、解像度関係は、まあ、予想通りというか 5.3K の 60fps、 それから 4K120、 2.7K240 ということで、まあ、今までの Hero 9のだいたい同じ解像度、例えば 4K で言えば今まで60だったのが120とかにアップしてるか、だいたい倍になってますね。まあ、一番多分 4K120 が一番メリットがあるのかなと思うんですけど、スローモーションにするために 120fps で撮っておいて、あとでまあスピード落とす時とかも、今までだったら 2.7K でないといけなかったのが 4K で撮ることができるようになったので、まあ映像を見てもよりこう精細な感じのスローモーションがね撮れるようになってたんで、これは結構大きい違いかなと思います。そして色の設定がこういう感じで、まあフラットかGoPro かっていう、まあ、2種類のカラープロファイルしかなかったんですけど、まあ、フラットの方は編集前提なので、まあ、白っぽいコントラストのあんまり、ね、ない映像 で GoPro っていう方はすごい鮮やかな感じだったんですけど、若干鮮やかすぎる部分があったので、そのちょうど中間にナチュラルっていう、まあ、カラープロファイルが追加されたみたいで、まあ、バイブラントナチュラルフラットってなったみたいなんですね。なので、まあ、ナチュラルで撮れば、まあ、そこまで色鮮やかじゃないけど特に編集しなくても使えるみたいな感じなのかなとちょっと個人的に予想してるんですけど、まあ、これも実際使ってみてね、どんな感じなのかまた見てみたいと思います。あ、それからですね、 Hero 9にも搭載されているこの水平維持っていう機能、ご存知の方ね結構多いと思うんですけど、ちょっと撮ってみましょうか。これ Hero 9なんですけど、 Hero 9もある程度の角度までは、あ、今縦になっちゃいましたけど、こんな感じでカメラは傾いてるのに、私は部屋の中で特に、私はというか映像は傾いてないっていうのがね分かっていただけると思うんですけど、これが今まで27度を超えるとカクッとこうなってたんですけど、これが45度まで耐えれるようになったらしいですまあ18度の違いなんですけど、まあ、解像度が上がってるのでその分ね、水平維持のできる角度も増えたのかなと思うんですけど、それからあと、まあちょっと細かい改善点なんですけど、撮影したデータは今までマイクロ SD カードに入っていて、それがまあそれを外してパソコンに入れるとか、まあ、スマホに挿すとか、もしくはまあワイヤレスで飛ばすっていう方法があったんですけど、そのワイヤレスで飛ばすと、まあ、写真は良かったんですけど、結構重たい
動画データなんかだとすごい時間かかっちゃってほとんど使い物にならなかったんですけど、今度は USB ケーブルで直接スマホとかにつないで転送することができるようになったみたいですね。なので、まあ、かなり転送速度が上がったんじゃないかなと思います。まあ、スマホとかタブレット上で編集することが多い人にとってはね、結構いい改善点なのかなと思います。だいたいそのぐらいがね、改善された部分かなと思います。で、次にちょっと残念というか、あんまり改善が見られてないんじゃないかなっていう部分としては、一つは暗所性能ですね。これです。前回の動画の中でも、まあ、暗所性能が良くなったらね、買いたいなとか、暗所性能が良くなってることを期待しますみたいなコメントね、本当にいっぱいいただいてたんですけど、昨日のいろんなその先行レビューしてる方たちの動画を見る限りでは、あんまり変わってないのかなっていうのが正直な感想です。ある人の動画の中で、部屋の中で赤ちゃんが寝てる映像があるんですけど、それをまあヒーロー9と10でね、並べて撮ってて見てたんですけど、すごいクローズアップして見たりもしてたんですけど、まあ正直その見てわかるほどの改善が全然されてなかったですね。本人もあんまり変わってないなみたいなこと言ってたんで、まあ実際そうなのかなとね、ちょっと残念なんですけど思います。でもまあ GoPro 公式の販売ページには暗所性能も向上みたいなことがね書かれてるんで、まあ実際はね、ちょっと使ってみないとわからないんですけど、あんまり期待しない方がいいのかなと思います。まあ、届き次第ね、街に繰り出していろいろ暗いところで撮影してみたいとも思っています。あとはアプリを使う人にとってはまあ大事な話なんですけど、アプリでスマホで接続してアプリ側でこうプレビューできるんですけど、録画を開始するとその画像が止まるというか消えてしまう。だから撮影中の映像をスマホで確認することができないという、まあ、結構大きな問題がありました。まあ、アプリ使う、私はあんまり気にならないんですけど、アプリをよく使う方はね、気になる問題だったと思うんですけど、それも特に改善は見られず、今回も同じような仕様になってるみたいです。ただまあ GP2 っていうチップが速くなったんで、今後はアップデートなんかでそこがね、ひょっとすると改善されるかもしれないですね。まあ、GoPro も世界中の人の意見聞いてると思うので、まあ、聞く気があればね、直してくるんじゃないかなと思いますけど、まあ、どうでしょうかね。あとはね、そうですね、まあ、バッテリー容量も変わらないし、重さとかもね、ほとんど変わってなかったと思いますね。あと細々とした違いもいろいろあると思いますので、まあ、私昨日注文したので近いうちにね、届くので、それが届き次第いろいろ見てみたいと思います。で、まあ、私は昨日は GoPro 公式ですね、 GoPro はアメリカの会社なので、アメリカのまあウェブサイトから買って日本向けの発送っていうことにしたんですけど、値段がサブスクに入るか入らないかで、まあ、値段変わってくるんですけど、サブスクに1年分のサブスク付きで5万4000円でした。で、それはいいんですけど、かなり謎な値段設定で、サブスクに入らない場合は単品だと6万4000円なんですね。で、アクセサリーキットが付いた場合は7万円なんです。ショーティーっていう、まあ、ちっちゃい三脚とバッテリーと、あとスイベルマウントっていう、まあ、マグネットとかで取り付けることのできるマウントが付いてくるんですけど、まあ、それらが全部含まれて7万円で、7万円の場合と6万4000円単品の場合があるんですけど、どちらもサブスクに入ると5万4000円になる。サブスクに入らない場合は6000円の値段差があるのに、さ、入ってしまえば同じになるというね、謎の価格設定で、まあ、もちろんアクセサリー付きを私はね、注文しましたけど、っていうかアクセサリーいらない人いるのかなと思いますけど、まあ、サブスクに入らない人はね、単品で安く、なるべく安く買おうかなって思うのかもしれないんですけど、まあ、どうなんでしょうかね。で、まあ去年もそうでしたけど、国内の田島モータースっていうところが近いうちに国内向けの定価をつけてね、発売すると思うんですけど、多分若干ね、高いんじゃないかなと思います。で、まあだからその日本国内の、まあ、家電量販店とかネット上でも正規品として売られているものは全てその田島モータース経由のものになるんですけど、だそれを買うのか、アメリカの GoPro 公式サイトから買って送ってもらう、まあ、送ってもらうって言ってもシンガポールに多分倉庫があって 2,3 日で届くので、ほとんど国内で買うのとほとんど差もないですし、で受けられるサポートもサブスクに入ってれば、まあ、若干
外国人の方が日本語で対応してくれたりってことはあるんですけど、ほとんど私はそのアメリカ経由でいつも買ってデメリットを感じたことがないのでね、今回もそういう買い方をしました。まあより安心安全を求めて日本国内の代理店から、まあ、ちょっと高くてもいいので買うか、安くアメリカから買うかっていう感じかなと思います。まあそこはあの本当皆さん個人の選択だと思いますけど、まあそういう2種類の買い方があるっていうことになります。ということで、また届き次第動画をどんどん出していこうと思いますので、よかったらご覧ください。今回もご視聴ありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。